おはようございます。今日も頑張ってお届けします。スラップスティックです。 goodair.com インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラップスティック。おはようございます。8月22日木曜日やってきました。本日もお届けしていきますスラップスティック、ドタバタ劇を今日もですね頑張ってお届けしていこうかと思いますが、さて夏休みも残すところあと6日です。まあこっちではですね、まあ地域によって違うんでしょうけれども、まあ今年はかなり大型連休がありましたから、10連休っていうねでかいのがあったので、まあその影響で今年は夏休みがとにかく短いということですから、27日で夏休み終わり、28日から学校っていうところが、まあ、熊本県では多いようでございます。まあそんなわけで今日も頑張ってお届けしていきますスラップスティックなんですけども、夏休み思い出できましたかね。まあよかったらそんなこの夏できた思い出とか事件とかそういった話をお聞かせいただければなと思ってるんですけども、僕ねやっとねあれですよ、ずっとご紹介をしておりました熊本県芦北をねテーマにしております高校生の堤防日誌という漫画、放課後堤防日誌っていうのがあるんですが、まあこれをご紹介をずっとしていたんですけれども、最近気になってるのがこの芦北のね、地域の、まあ、釣りをしている女の子たち、女子高生たちの、まあ、物語っていうのがすごく面白くて、漫画もやっと読むことができたんですが、いつからアニメ化スタートなのかがちょっと分かんないんですよ。誰かご存知の方いらっしゃいましたらば、どこの局でいつからアニメが放送されるのか、ご存知の方いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。もう教えてくれた大橋トミーさんというね YouTuber からぜひ、こちらの方にいつからだよって教えてもらえるとありがたいなと思っているところなんですけれども、放課後堤防日誌アニメ化決定ということで1巻から4巻まで読んでて、一番気になってしまったものがあるんですけれども、僕ね一番気になったのがね、ウミケムシっていうのがあるんですって。でこれ漫画の中ではその、まあ、その姿を見てですね、主人公の女の子がそっと押して、まあ、倒れてしまうっていう話になってるんで、気になって検索しちゃったらもうこちらがやばい、うわ気持ち悪っていう、まあそういうのを見ながら、あやばい目が覚めた、今日も頑張ろうスラップスティックと思って今日お届けしております。さあそんなスラップスティックですけども、たくさんねメッセージの方も、今回もいただきましてありがとうございます。まあたくさんってほどではないんですけれども、ずっとね10日間もお休みしてたんで、もう誰も見てないかななんて思っていたところなんですが、割とですね、メッセージをいただきました。本当にありがたい、いただいているのはやっぱり今回もね、もうこの人に救われてます、園田くんからもいただいております。ありがとうございます。まずは園田くんからいただいているメッセージご紹介をしていきましょう。園田くんから、今回いただいているメッセージはですね、8月21日の放送の中で、アップオツそしてお帰りとありがとうございます。もうそんな言ってもらえたらもう、いやいやありがたい、本当にありがたい、もう園田くんのおかげでやってるみたいなね、園田くんが聞いてるからやるぐらいの気持ちで頑張っていこうかと思いますが、久しぶりすぎて顔忘れかけてたよだいたいサボりすぎたいプラスカート僕は一視聴者として待ってましたよ、ありがとうございます園田くんね。で園田くんからこの後ももう一個いただいてるんですけども、いただいてるのが大麻トミーさん、来てるじゃん、大麻トミーさんからありがとうございます。お久しぶりです、少しは休めましたか、毎日いろいろ大変ですね、どうぞご自愛ください、自分も近いうちに新作をアップします、今回はどこに行ったでしょうお楽しみにといただいております。ありがとうございます。大麻トミーさんからですね、放課後堤防日誌をご紹介いただいて漫画を読んでから俺ね今釣りに行きたい一番でね、休めたっていうか、なんだろう、スラップスティックを休むということは極端に仕事が忙しいということです。はいなので休めてはないかな、かなりしんどいかなと思いながら頑張ってますけども、メッセージありがとうございます。大須富さん、ぜひアニメ化いつからかね分かったら教えてください。そして金谷中央食堂旬チャンネルさんから、もうすいません、いろいろねもういつも応援していただいて、うわー私出席です、お帰りなさい、お仕事も大変でしょうが子供たちのために頑張っているのが素敵です、築100年超えのお家すごい貴重ですねといただいておりました。ありがとうございます。もううちのばあちゃんちはねなんかぶっ壊しちゃうみたいで、壊してねさら地にするのか売るのかちょっとよく分かりませんけども、聞くとねもう腹が立ったりとか悲しくなったりとかするんで、もうどうするのかとかあんまり聞いてないんですが、ありがとうございます旬チャンネルさん、これからも頑張ってねやっていこうと思いますし、もう夏休み終わってねテストが終わったら旬チャンネルさんのところにもぜひ
ひ遊びに行きたいと思っておりますんで、またよろしくお願いします。そして園田くんからもう一つコメント、2つもごめん、てか視聴しながら冒頭で1つ目のコメントしたけど最後まで見て、おいこれが本当のバター犬って爆笑したけど何倍言おるとかいやだってもう昨日の放送見てください、気になる方はね。バター犬だもん、だって本当のバター犬ってこっちだよ。園田くんがいやらしい方を想像してるんだったらね、もう園田くんがスケベだということですよ。ということで本日もスラップスティック最後まで頑張ってお届けしていきます。今日はですね、実は、アーティストから楽曲をご提供いただきまして、その BGM に乗せて熊本県は、たてがみ郷というですね、すっごい素敵なところがあるんですけども、そちらに実は夏前に行ってまいりまして、嫁さんと2人で出かけてきたんですが、その時のね映像でたてがみ郷を今日はご紹介させていただきたいと思います。それではスラップスティック本編、ここからスタートです。Good Air Docom。 さて本日はイベント情報ではなく、熊本県はたてがみ郷という場所にありますたてがみ郷里地公園に行ってまいりました。国道にほど近いところにあるとても素敵な自然豊かな場所なんですけれども、夏にはここで泳ぎまくった子たちがたくさんいたんだと思いますが、今回僕たちは夏の前に、ご紹介をしようということで嫁と出かけてまいりました。そんなたてがみ郷の様子、今回はご紹介していきたいと思います。そしてこのたてがみ郷の様子をご紹介していく音楽の方は、関西のジャパニーズレゲエシーンを支え続けているパンパンがやっているレベルカジノ891というアーティストがいるんですけども、このカジノ891の新プロジェクト、インスト曲を配信するだけじゃなく無声映画のチャップリンを彷彿させるサイレントピクチャーを制作し、音楽にストーリーを乗せたショートムービーを同時公開していくという、インスト891というこのプロジェクトで発表されています楽曲ムローウォーク、このハーモニカの気持ちいい音に乗せてたてがみ郷の様子ご紹介していきます。さて今回は自然豊かで川もあるたてがみ郷です。こちらのたてがみ郷は夏になるとですね、みんな泳ぎに来たりとかしてにぎわうところなんですけれども、まずご紹介したいのが見えてきましたね、熊本百景たてがみ郷ということで、はい、こちらの吊り橋です。かなり長い吊り橋になってます。よいしょー、あ、ダメだ、怖え、やべえ、ダメだ、俺吊り橋吊り橋から下見るとこんな感じです。おー、揺れてる、おー、やばい、あかん、これあかん、水もすごい綺麗で下まで見えちゃうぐらいすごい綺麗なところになってて、この岩肌を見ながら泳ぐのがね気持ちいいんだろうということなんですね。でここから先に行きますとですね、キャンプ場もあるということなんですけどキャンプ場はいつかご紹介しますダメだ下行って降りてみます、あがだ揺れすぎる、これあかん無理だって、これマジ無理だわ。さて今回はこっちの上のところの駐車場に止めたんですけど、ここから下に降りていきます。さあではたてがみ郷の方に降りていきたいと思います。よいしょ、あ、すごい、ここのたてがみ郷のトイレと更衣室があるんですね。ってことはここで来たら
あ、おトイレもあるし、着替えもね、できるってこと知らなかった、こんなのあるって。へぇー。出ます。よいしょ。こちらには石碑もね、なんか置いてあるみたいですね。さて、降りていくと、川が広いので、こっち側の河原、こっちの側の河原っていろいろ分かれてるみたいなんですけど、今回はあえてこっちの河原を降りていってみたいと思います。よいしょ。まあ、そんなにきつくはないかな。あと、木でできてるんでね、足元も、割とそんなには滑らない感じで、素直に歩けていますけれども、よいしょ。さて、お、ここには休憩所みたいなところがありますね。これならね、テント持ってきてなくても、こう、太陽のね、直射日光も避けれるし、親御さんなんかは、子供たちがこっちで泳いでいる。その間に、ここから監視することもできる。いいですね。ナイスポジションにありますね。さあ、下まで降りてきました。もうこの木の一本にしてもね、超かっこいいんですけれども、もうね、綺麗に草がね、周りに巻いて、なんか、すごい、普段行かない場所に来たって感じがするんですが、ここからは吊り橋も見ることができます。そして、こちらが、河原ということになっているわけですね。よいしょ。ここでね、泳いだりとかしてみんな遊ぶわけですけど、まだね、人があんまり来た感じの様子は見られないんですが、うわ、綺麗。水が綺麗だわ。うわ、すごい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 。なになになに、蝶の大群が、あの大群がいるとこ撮ったの？あれ、すごくない？あれ、あそこで子供産んでんの？うわ、すっげえ。わかりますかね？ものすごい綺麗な蝶が大量に、うわ、すげえ。見たことない、こんなの。というわけで、せっかくだからちょっとですね、ちょっとぐらい水に浸かってみたいと思います。うわ、どうなんだろう。うわ、釣れて、気持ちいい。やばい、これ気持ちいいわ。すっげえ気持ちいい。あ、これやばいわ。まだちょっと冷たいかなって感じだけど、これやばいね。これ水に浸かりながら、このね、かっちょいい岩肌を見て、そしてこっちには吊り橋があるということで、もう最高のロケーションですから、バーベキューとかしたい人はですね、ぜひキャンプ場の方でね、皆さんしてもらいたいと思いますけども、すごく気持ちいいとこなので、ぜひ皆さん縦上峡に来て泳いでみてはいかがかなと思います。お子様がいらっしゃる方はぜひ連れてきてあげてください。GoodAir.com インターネットラジオ GoodAir.com presents九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラップスティック、お届けしましたスラップスティック、あっという間にエンディングのお時間でございます。今回も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。今日はね、イベント情報ではなく、熊本のね、夏の前に取材に行ってた縦上峡の様子をご覧いただきましたけれども、まあでもそれにしてもさ、縦上峡もね、まだ、夏暑いんで、海はね、もうクラゲが出ちゃってなかなか入れないと思いますから、ぜひよかったら
たてがみ教にまだね間に合うという方遊びに行っていただきたいと思います。インターネットラジオグッドエアでは九州をテーマにラジオをお届けしています。今ラジオの方がですね全然更新がうまいことねできてない状態ではありますけれども、まあ、塾の先生ということで、この夏の間は夏期講習がありますからなかなか、可能な限りで更新をしていっていますので、ぜひこの YouTube のインターネットラジオグッドエアのラジオスラップスティックの方でお楽しみいただきたいと思います。そして何なりと気軽にメッセージどうぞよろしくお願いします。ラジオを聞きながらですね、気軽に何なりとか来ていただければあーとかうーとかおーとか一文字で結構でございますので、ぜひよかったら、そんなメッセージを送ってきてやってください。ラジオを聞いた放送のなんか感想とかねあったら、ぜひそこら辺もお届けいただきたいと思います。そして今回は、まあ、大阪時代にね知り合った、パンパンさんから楽曲提供をいただきまして、ご紹介をさせていただきましたムロウォークですけれども、いい感じでしょ。すごいね、これからあの結構ね僕たち熊本も福岡も佐賀も長崎も鹿児島もすごくたくさんの自然豊かなところがたくさんあるので、まあ、このインスト891の楽曲もですね使いながら、いろんなところをまたご紹介していけたらなと、いい感じの曲ができてよかったぜと思ってるところでありますが、またね、よかったら、楽曲提供の方もよろしくお願いいたします。さあそして、インターネットラジオグッドエアも夏休みが終わればもう本格的に動き出すので、8月の28、29、30ぐらいからねまた外に出ていろいろと取材をしていこうかなというふうには思っておりますから、ぜひここに行ったらどうだとかね、そんな情報などありましたら九州各地行ってみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。やっぱほら塾の先生やってると休みがないんですよ。だから、まあ、基本的にお休みっていうのが全然なくて、まあ、9月の3日4日のテストまでは本当にバタバタしている状態なんですけれども、でも、まあ、そんな中で、塾が終わって夜の11時ぐらいからうちの嫁さんのいいとこってそっからでも一緒に出かけてくれるっていうのがあるんでね、一緒にカメラを持って出かけていろんなところを取材して、皆様に九州州の魅力をもっともっと、感じてもらえたなというふうに思います。もうあれだな、この時間になるとうまく喋れもしないけれども、でもどうにか2日連続で、またお届けをしました。10日お休みの後のスラップスティック、夏休みもあとわずか、皆さんしっかり楽しんでいきましょうね。ちなみに今日8月22日はチンチン電車の日でした。チンチン、今日はこれでお別れです。また明日よろしく。バイバイバイ。後席。もうダメだな俺。この時間ダメだな俺。Good Air.com